俺のカードは1番。つまり、俺が一番最初にここを出ることができるというわけか。正直、あの二人はかなり頭も切れる。そして特に注意なのが凛太郎だ。あいつは何をするかわからない。そう考えると、俺が勝てる可能性はかなり低いな。しかし、今はそんなことを言ってる暇はない。この状況において、一番最初にこの部屋を出れるというのは、せめてもの幸運だ。それでは一番の人、部屋を出てください。俺は急いで部屋を出た。さあ、一体これからどうすればいいのだろうか。もたもたしてると、二人目が出てきてしまう。まずはどこかに隠れて、様子を伺おう。とは言っても、どこに隠れるのがいいだろうか。そうだ、図書室はどうだろう。以前、おさむさんの死体を隠した棚がある。あそこなら隠れられそうだ。ねえ、もうだって二人目出てきた瞬間に撃てば勝てるじゃん。ねえ。俺はすぐに図書室に向かった。そして、棚の中に隠れた。これだって選択する余地もないもんね、私がね。その時だった。建物中に声が鳴り響いた。それでは二番目の人、部屋を出てください。さあ、いよいよだ。ここからいよいよ殺し合いが始まる。下手に動いて、見つかったらすぐにピストルで撃ち合いになるだろう。その時だった。コツコツコツ、イエー。廊下を歩く音が聞こえる。俺はバレないようにひっそりと息を潜めた。ガチャリ。やばい、部屋に入ってきた。もうだって凛太郎くんとかさ、私がここで寝て、私っていうか主人公ね、主人公がここで寝てたこととか知ってるからさ、普通に危なくない？俺がここに隠れているのがバレてるのか、それとも偶然か。その時だった。それでは3番目の人、部屋を出てください。再び建物中に声が響き渡る。コツコツコツ。どうやら先ほど部屋に入ってきた人物の足音は、図書室の中を探索しながら歩いているようだ。やばい。いずれはこの棚の近くにも来るはず。いきなりのピンチだ。思わず呼吸が荒くなってしまう。どうする?もうこのさ、ゼーゼーしてたら普通にバレるでしょ。相手が俺の隠れている棚を開ける瞬間に返り討ちにするか。でも、俺にそんなことできるのか。どうする、迷ってる暇なんてないぞ。コツコツコツ。迷っている間にも少しずつ足音がこちらに近づいてくる。コツコツコツ。よほど警戒しているのだろう。彼の足音は不自然なほどに一歩一歩の間隔が長い。コツコツコツ。足音がいよいよ俺が隠れている棚の目の前に来た。大量の汗が吹き出るのを感じる。俺は自分のピストルの引き金に手をかけた。さあ、いよいよか。飛び出すか、扉が開くまで待つか。飛び出したら撃たれるから、扉が開くまで待ちましょう。やはり、相手が開けるまで待とう。そして、扉が開く瞬間に引き金を引こう。ちょうどその時だった。おやおや、これはコウ君じゃない。その時いきなり凛太郎の声が聞こえた。お前動くな、動くと撃つぞ。二人がどういう状況なのか、棚の中からは完全に見えない。ちょっと待ってよ、お前は気づいているんだろう。狼ゲームの真相に。それは、なんだって？この狼ゲームは、5年前に起きた殺人事件に関係している。未成年の犯人が起こした、無差別殺人事件に。その通り。でも、俺はその事件とは無関係だ。無関係？そんなわけないだろう。
お前もその事件に関係しているんだよ。は？何わけわかんないこと言ってんだよ。なあ、新村子。お前の答えを教えろよ。うるさい。黙れ。バキューン。次の瞬間、突然部屋に銃声が響き渡った。どちらかがピストルを撃ったようだ。コッツコッツコッツ。ガチャリ。あら。そしてしばらくして、誰かが部屋から出ていく音がした。とりあえず、出てみるか。俺は恐る恐る棚から出た。これは。ありゃー。そこには床に倒れるコウの姿があった。胸から血を流しており、死んでいる。凛太郎に殺されたんだ。これで残りは俺と凛太郎の二人。生き残った方が、ここから脱出できる。それにしても凛太郎のやつ、一体何を言っていたのだろう。君は気づいているんだろう、このゲームの真相を。なぜあいつがそんなことを。凛太郎は、この狼ゲームの真相について何か知ってるのか。まあ、今はとにかく生き残らなければ。今頃あいつは俺を探しているだろう。どうせ見つかるのなら、こちらから先手を取った方がいい。俺はこっそりと図書室を出た。廊下には誰もいない。凛太郎はどこにいるのだろう。ガタ。天井付近から音が鳴った。あ、びっくりした。天井にへばりついてるのかと思った。ああ、どうやら上の階にいるようだ。へえ、俺は上の階に上がった。ガサゴソ。やはり音が聞こえる。凛太郎はこの階にいる。音がする方向的に植物室のようだ。ほう。俺は音を立てないように植物室に入った。え？しかし、そこには誰の姿もない。おかしいな。音がしたと思ったんだけど。そう思い、振り返ろうとした時だった。やあ！そこには凛太郎が立っていた。どうして、どうやって、どうなって。やばい。殺される。俺は急いで、ピストルを凛太郎の方に向けようとした。その時だった。バキューン！銃声が鳴り響いた。いやあ、気がつくと自分の左足から血が出ている。あれ、外しちゃった。凛太郎は再びピストルを構えた。次の瞬間、俺は急いで部屋を飛び出し、廊下を全速力で走った。だってもう足怪我してるから、あんまり速く走れないんじゃない。やばい、殺される。一旦どこかへ逃げよう。足を負傷しているため思うように走れない。俺は痛みを感じながら、とにかく凛太郎から逃げるため廊下を走った。そして独房病室に逃げ込んだ。どこかに隠れる場所はないか。机の後ろ、段ボールの下。どっちも無理があるけど、段ボールの下は見えるでしょ、机の後ろ。俺はとっさに机の後ろに隠れて息を潜めた。どこに隠れてるんだい。俺を呼ぶ凛太郎の声が聞こえる。かわいそうに、廊下に血の跡があったよ。おとなしく降参してくれたら楽にしてあげるのに。君の居場所はバレバレだよ。だってそこのガラス瓶に後ろ姿がくっきり映っているんだもん。もう逃げ場がないんじゃない。じゃあ今から5秒を数えるから出ておいで。そうじゃないと苦しんで死ぬことになるよ。あいつ何言ってるんだ。マジでヤバいやつじゃないか。でもこのまま出て行ってもどうせ殺されるなら、なんとか反撃してやる。5、4、3。
凛太郎がカウントダウンを始めた。2位、今だ。バキュン。俺は机の陰から飛び出して凛太郎をめがけてピストルを撃った。しかしそこに凛太郎の姿はない。怖いんだけど。あいつ部屋の外に逃げたのか。違うよ、後ろだよ。バキュン。凛太郎の声に振り向こうとした瞬間に銃声が鳴り響く。そのまま俺は床に倒れ込んでしまった。辺りは俺の血で赤く染まっていた。あ、ゲームオーバーだ。あー、じゃあ段ボールの下なんだ。へえ、カウントダウンね。はい、そっか。じゃあ次は段ボールの下でいきましょう。よし、これどこからなんだろう。え、ここから。俺のカードは1番、つまり俺が一番最初にここを出ることができるというわけか。あ、じゃあ飛ばしまーす。カットで。はい、戻ってきました。じゃあ机の後ろがダメだったので段ボールの下に隠れます。はい、段ボールの下って大丈夫なのか。本当に迷ってる暇はない。俺は段ボールの下に隠れることを決めた。急いで段ボールの下に潜り込んだ。撃たれた左足がジンジンと痛む。どうする。ここに隠れていてもいずれ見つかる。しかも現状は俺の方が不利だ。その時だった。ガチャリ。部屋のドアが開く音がした。凛太郎が部屋に入ってきたんだ。俺は段ボールの下で息を殺した。どこにいるんだい、早く出てきなよ。かわいそうに廊下に血の跡が落ちてたよ。やはり俺がこの部屋に隠れているのに気がついている。そして凛太郎は俺を探して部屋を歩き回っている。どうする。ん、その時俺は目の前の壁にガスボンベが立てかけてあるのに気づいた。ここで使うんだガスボンベ。ずっと私絶対使うだろうって探索の度にタップしてたけど何も起こんないからさ、気になってはいたんだよね。あれなら俺でも確実に撃ち抜ける。そうだ、ボンベをピストルで撃って爆発させたら隙を作ることができるんじゃ。凛太郎がボンベ近くに来た時を狙えば。いや、さすがにそんなにうまくいくだろうか。やはり直接ここから凛太郎を狙った方がいいか。どうする。え、いや、これはボンベの方が確実なんじゃない。ボンベにしようよ。コーツコーツコーツ。徐々に凛太郎がボンベに近づいていく。あと3メートル、あと2メートル、あと1メートル、今だ。俺はボンベに向かって引き金を引いた。バキューン。ドカー。ボンベはものすごい音を立てて爆発し、天井につきそうなくらいの大きな火柱が上がった。俺はすぐに段ボールの下から飛び出した。おお、爆発の衝撃で凛太郎が床に倒れている。ここまでうまくいくとは自分でも驚いた。そして俺は凛太郎に向けて拳銃を突きつけた。凛太郎は爆発の衝撃で気を失っているようだ。このまま引き金を引けば俺の勝ちか。じゃあ俺は外に出れるのか。でも人を殺すなんて俺にできるのか。思い切ったことをするね。気を失っていたと思っていた凛太郎が突然口を開いた。君がその引き金を引けば僕を殺すことができる。凛太郎はまっすぐこちらを見つめている。こいつ死ぬのが怖くないのか。すると凛太郎の唇がゆっくりと動いた。君は気づいているんだろう。ここに集められた人間たちの共通点。その5年前の事件ってやつじゃないの。そしてこのゲームの正体を。そう言うと凛太郎はゆっくりと立ち上がった。
このゲームの正体、それは、最後の電車の部屋が開かれた時、正直、あの光景には心当たりがあった。狼ゲームは、あの事件に関係してる。5年前、とある電車内で起きた、猟奇殺人事件。その通り。それじゃ、あの優也という名前は、その事件の犯人さ。やはりそうなのか。君が知らないのも無理ないよ。犯行当時優也は未成年で、彼の名前は報道されなかったからね。でも、君は優也の名前は知らなくても、その事件のことは詳しいよね。だって、その場にいたんだから。やっぱり。待って、私、どっかのパートの概要欄にそれ書いたと思う。本当に、みんな、居合わせて、でも見て見ぬふりしたから加害者ですみたいな感じなんじゃないかって予想してたんですよ、私。ただ、それが正しいかわかんないけど。その通りだ。でもなぜそれを、お前が知ってるんだ。そうか。お前、まさか。そう。殺されたのは僕の両親だ。ああ、そうだったんだ。僕もあの日、同じ電車に乗っていたんだ。これで、すべてを理解しただろう。この狼ゲームというのは、僕の復讐劇なんだ。復讐？でも、なぜ俺たちに？君の両親を殺したのは、その優也だろ？しかも、犯行直後優也は自殺してる。確かに、直接殺したのは優也だ。でも、僕にとっては、今回集めた全員が、復讐の対象なんだ。でも、今回集められた俺たちは、職業や年齢もバラバラだった。そんな俺たちが、全員あの事件に関係しているとは思えない。それが、関係しているんだ。それぞれ関わり方は違うけど、間違いなく全員が、この事件に関係している。全員がだと？そう。事件を起こした優也は父親がおらず、幼少期から母親にひどい虐待を受けていた。さらに優也は中学3年の頃から激しいいじめにあった。しかし、その時の担任は見て見ぬふりをしたんだ。おさむさんか。そうなの。そいつは卑怯にも自分を守ることばかり考えていた。生徒なんてどうでもいい。一番大事なのは自分だった。それってもしかして、教師のおさむさん？その通り。ゆうやは家では虐待。学校ではいじめられ、精神状態は限界を迎えていた。そして、中学3年の夏、彼の怒りが爆発したんだ。優也は母親を殺害した。中3で母親を殺害だと？そう。そして彼は、そのまま少年鑑別所に送られた。そしてそのまま犯罪者専用の精神病院へと入院したんだ。しかし、彼の担当医はひどい医者だった。はぁ、悟さんか。まともに患者を治療する気がなく、患者を軽蔑していた。そいつは必要量よりもかなり多い量の薬を処方し、
症状がさらに悪化する患者が後を絶たなかった。ゆうやもその被害者の一人で、結果的にさらに精神を壊すことになった。それが、あの精神科医のサトルさん？そうさ。薬物依存気味になったゆうやは、さらに強い薬を求めて、違法な薬物にも手を染めた。ネットを使い、危険な薬物を買って、今度はそれに依存していった。そして、その薬物を売っていたのがあの小宮千恵だ。ああ、ピンクドラッグって書いてたね。千恵さん。千恵さんが薬物を販売していた。そうさ。そして、危険薬物の影響もあり、彼の行動はエスカレートし、警察沙汰の事件を何度も起こした。本来なら、そこで重たい罪を背負うはずだった。しかし、優秀な弁護士により、彼の刑は極端に軽い刑で済まされてしまう。その弁護士は、自分のキャリアアップのために他の弁護士がやりたがらないような事件を積極的に担当していた。事件の善悪よりも自分の実績を残す方が重要だったんだ。それが弁護士の美穂さんだよ。その結果、本来長い間鑑別所に入るはずだった優也が短期間で自由の身になってしまった。そんな。しかし、警察もバカではない。ゆうやは要注意人物として、警察の観察対象になっていた。しかし、ゆうやの観察担当になっていた警察官は、その観察をサボっていた。その警官は勤務態度の悪さを以前から指摘されていた警察官であった。そんな人担当にすんなよ。多分武雄さんでしょ？それがあの小島武雄だよ。そんな無責任な人たちの行動により、ゆうやは生み出されてしまった。俺はそう考えてるんだ。俺になったよ、凛太郎くんの第一、なんだい一人称が。うん。そして、あの事件が起きた。その後の生活は両親を亡くした絶望と向き合う地獄の日々だった。しかし、そんな俺をさらに追い詰めるようなことが起きた。さらに追い詰めるようなこと？そう。俺はマスコミの格好のネタだった。まだ中高生だった俺をしつこく取材し、面白おかしく雑誌に掲載した。それがマキさん。そうさ。さらに、この事件を根掘り葉掘りまとめてネットに公開するような奴も現れた。どこで入手したかもわからないような事細かな情報をネットで晒していた。ショッキングな内容を書くことで注目を浴びて、しかもそのサイトで金儲けをしていた。人の不幸を金儲けの道具に使うクソみたいなやつ。それが最後に僕が殺した彼だよ。コウさんそんな人だったの？ドン引き。ドン引き。そんな。そして、残りの君と、リツとタクヤ。君たち三人はあの事件の日、同じ車両に乗っていた。あの二人も乗っていたのか。覚えていないのも無理ないさ。拓也は今とは顔が違うからね。整形してたの？もしかして。彼は芸能界で売れるために美容整形をしたんだよ。もともとはあんな顔じゃない。さらにあの律も、今とは全然違う見た目だったからね。マジか。
でも別に、同じ車両に居合わせただけで君たちを復讐の対象とは思わない。君は全て知っているだろう。なぜ僕が同じ車、なぜ僕が同じ電車に乗っていた君たちに復讐したいと考えたのか。それは、君たち家族を見捨てたからだろう。その通りだよ。そっか、その三人だけだったんだね。あの日、その電車はとても空いていた。すると、電車内でいきなり刃物を持った男が暴れ出した。俺は急いで隣の車両に逃げ込んだ。そして、君たち家族が逃げ遅れてしまった。隣の車両に逃げたのは、俺を含めて三人。そして、俺たちは君たち家族を見捨てた。急いで隣の車両に逃げ込んだ俺たちは、逃げ遅れた家族を残し、隣の車両のドアを閉め切った。しばらくして、君の母親の声が聞こえてきた。開けてください。せめて子供たちだけでも、どうして開けてくれないんですか？開けられるわけがなかった。そのすぐ後ろには、ゆうやがいたからだ。ここで開けると俺たちも巻き込まれるかもしれない。俺たちは、母親の声を無視したんだ。それは最低だよ。その後、君の母親はゆうやによって、無残にも殺されてしまった。これが、あの日電車内で起きた事件の全容だ。その通りだよ。君はあの日、僕たち家族を見捨てた。見殺しにした。君はずっと、そうやって生きてきたんだろう。なぜそれを。君を含め、今回の参加者を徹底的に調べたんだよ。君は昔、いじめられていた友達を見捨てただろう。どうしてそんなことまで。そして、その友達は自殺してしまった。君を恨んで。そのことをずっと後悔してきたんだろう。それは。その後もいろんなことから逃げて、そしてあの事件に巻き込まれた。そこでも当然君は逃げた。さあ、そして今だ。君はどうする？また逃げるのかい？小学校の時と同じように。そして、事件当日と同じように。ここで僕を殺して、ここから出て、それで君は満足かい？お前が俺の何を知ってるって言うんだよ。それに、逃げるも何も、お前を殺せば俺の勝ちだ。このまま引き金を引けばこいつを殺せる。早くこいつを殺して、こんなふざけたことを終わりにしよう。でも、俺は、自分が助かるために、また誰かを犠牲にするのか。今までと同じように、拳銃を持つ手が震えた。怖い。でも俺は助かりたい。そのためには、人の命だって関係ないのでは。確かに、友人が自殺したあの日から、俺は自分と向き合うことから逃げてきた。そして、あの事件の日も俺は逃げた。そして、それからの日々も。でも、みんなそんなものだろう。みんな自分が一番大事だろう。自分を犠牲にして、人を助けようなんて人、いないだろう。だから、俺の考え方や生き方は間違ってない。これが普通だ。これが正常だ。俺は、助かりたい。
待って、撃つしか選択肢ないじゃん。うわー、マジか。撃つか。ごめん。ごめん、凛太郎くん。撃つ。うわー、死ねー。俺が引き金を引こうとした瞬間だった。バーン。次の瞬間、俺は地面に倒れていた。あれ?腹部に強烈な痛みを感じる。そして、温かい液体が手に触れた。どうやら後ろから撃たれたようだ。後ろから?後ろから?え、正面にいたんじゃないの、凛太郎くんって。これは、残念だよ。あれ、凛太郎くん泣いてる?どうして?お前たちはそんなに弱いんだ。こいつ、なぜ泣いているんだ?それに、一体誰が俺を撃ったんだ?しょうがないよ。うん。この声は聞き覚えがあるぞ。どうしてお前が、どうしてお前が生きているんだ。意識が少しずつ薄れているのを感じる。俺はもうすぐ死んでしまうのだろう。遠くなる声がわずかに聞こえる。でも彼は、もう少しで。うん。でも、彼も変われなかった。誰だ?俺が変われなかった。どういう意味だ?俺は、かすれるような声で尋ねた。俺たちを、最初から脱出させるつもりは、なかったのか?違うよ。君たちは、ここから出ることは、できたんだ。そう。全員だって助かることができたんだ。これは、ただの復讐劇じゃない。君たちを、試したかったんだ。なんだと?俺たちを試す?そうか。俺は、結局最後まで逃げてたんだ。ずっと、この狼ゲームの真相、そして、彼らが俺たちに気づかせたかったこと、それは、おそらく、そんなことを思ったとき、俺は意識を失った。ノーマルエンド。そっか。ゲームクリアおめでとうございます。明らかになった謎。狼ゲームの真相、凛太郎の過去。はい。ノーマルエンド。後悔。やっぱりトゥルーエンドもあるわけだ。よし。新しいエンドが解放されました。未解決な謎。狼ゲームの真相。最後に自分を撃った人。最後の探索で新しい証拠を一つ入手。なるほど。最後の探索ってどの探索だ?うん。ということで、とりあえずはノーマルエンドクリアいたしました。全然拍手って感じじゃないですけど。いやー、あのね、さっき、こう自分で読んでて気づいたのが、美咲ちゃん出てきてなくない?っていう。美咲ちゃんを恨む要素がなかったってことは、最後に撃った人と、あと、あっけなく死にすぎだなって思ったから、やっぱ美咲ちゃんなんじゃないかなって思うんだけど、そこ気になりますね。制作、スタジオわさびさん、ありがとうございました。さあ、いや、こちらこそ、ありがとうございます。
ということでね、次回また、超簡単なアンケートのお願い、まあごめんなさい、これトゥルーエンドクリアしたらやりますね。ということで、トゥルーエンドとサイドストーリー、あ、今すぐにトゥルーエンドを読みたい、はいはいはい、解放条件私自分で頑張って満たすので大丈夫ですということでね、次回トゥルーエンド目指して頑張っていこうかなと思うので、さあよろしくお願いします。ということで次回に続きます。おつぴよでした。バイバイ。